皆さん、お元気でした？今回の弾き語りはこちら！バックナンバー。これね、すごくグルーヴ感が強いサウンドのバンドなんですよ。その中で紹介したいナンバーは、高根の花子さん。かっこよく決めたいと思います。それでは、どうぞ！君から見た僕はきっとただの友達の友達、だからチヂミに向けられた笑顔があれたらもう恐ろしい人だ。気を惚れさせる知らないし誘う記憶でもないでも隣で目覚めておはようと笑う君を会いたい。その窓から飛び出してきてくれないか、夏の晩の翼で僕のもとへ生まれた星のもと間違えるか、モデルみたいな人なんだろう。そいつはきっと君より年上で、負けた肌が良くないようが好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている。頭を撫でられて弾けるようにアレンジします。さあ皆さんも弾いてみましょう。それではヘバダー。